ね、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうんですけども、またここで皆さんにちょっと、盛り上がっていただくために振りを覚えていただこうかなと思います。次の曲はまたね、あなたは人気者っていう曲で知ってますよね、皆さん。もうあの YouTube のオフィシャル、あ、ちょっと YouTube のにね、セルフカバーでも上がってるので、それを見て振りを練習して来てくださった方もいらっしゃるかもしれない。でも今日ね、初めてコンサート来たっていう人はなんだなんだみたいな感じのね、振りがちょっとわかんないかもしれないので、ここでまた皆さんに私が考えた振りなので、多分もうすごく簡単、皆さんも絶対できると思うので踊ってほしいんですけども、ちょっとここでまたねカメラマンの人に後ろに来てもらおうかな。またね、気分爽快とは違って皆さんの踊りが面白いですかなりね、面白い、それで踊ってもらいたいので、ちょっと私がまず歌いながら踊るので、ちょっとまず見てもらっていいですか。あなたは人気者ナンバーワン、悔しいけど素敵、私じゃダメかしら、いい女よ、なんとかして一歩でもリードしたいっていう、こんな感じです。簡単ですよね、簡単でしょ。で、2階の方も3階の方も4階の方ももう座っててもいいのでぜひやってもらいたいんですけど、まずあなたは人気者で前に出してね、あなたは人気者でこう回してください。で、ナンバーワン、そうすごいすごい、そして悔しいけど素敵、これゆっくり下ろしててくださいね。でもちょっと隣の人に当たらないように喧嘩になっちゃうんですね。それでゆっくり下ろして、今度は私じゃダメかしら、そういい女よ、ここがすごいです、いい大人がこんな感じで可愛いですよね。こうやっていい、いい女よってなんとかして、で腰にね、なんとかして一歩でもリードしたいって腰を振ってください。できました？最後のね、腰振るところもこっちから見ているとかなり面白いですね、ちょっとなんかちょっと合わない人もいるんですよね。それがまたちょっと面白いんですけど、わかりました皆さん、踊りね、ぜひこれね、この曲ね、すごいリズムがいいので一緒にやって、本当にやるとね、すごいもっともっと高まって面白くなると思います。歌もね、一緒に歌っていただきたいと思います。もう後半あと残り少ないので皆さん盛り上がっていきましょう。では皆さん一緒に歌って踊ってください。あなたは人気者。